それと、パソリンクを含めて、ちょっと私の予想がずれてしまったかなということですね。特にあの中でも IT サービスがですね、やっぱり海外売上高を拡大というのがやっぱり非常に重要な課題としてあると思うんですけど、その 前期の実績とですね、その評価、また今期の目標についてはどういうふうに見てらっしゃいますか。まだまだ十分ではないというか、まあ、全然いってないというところですよね。でここは本当に努力をしなくてはいけなくてですね、ただその、まあ、キャリアクラウドという種とかですね、それからそのセーフティーソリューションとか、まあ、そういうのは出来上がってきて、そのコンピテンスセンターも置いて、それがこうメッシュで動き出したというところがこの1年間非常に大きかったなと。今まではそういうメッシュで動くという海外同士がですね、日本を変えさせて動くということはなかったので、そういう動きが出てきたということは非常に大きいなというふうに思ってて、だそういうことを見せることによって海外のリージョナルが自分たちでビジネスを作り上げるんだという意識が相当この1年間で上がってきたと思うんです。でそういう観点で今回ブラジルでそういう案件が見えてきたし、メキシコ行った時もそれに、まあ、スマートシティではないですけども、それに類似したそのキャリアクラウドの可能性みたいなのが見えてきたので、まあ、こういうことが積み重ねていけばですね、ものとしては上がってくる。ただその今までのそのアプリケーション中心、サービス中心でこういうふうに抑え込んでいくと、なかなかやっぱり物がこう膨らんでいかなくて、やっぱりネットワークを含めたキャリアクラウドなり、そのクラウド全体ですね、システム、そういうような形に持っていく必要があろうかと思います。そういう意味では少し変更をしないといけないかもしれない。今まではその IT は IT でこう広げようという努力をしてたんですけど、なかなかそれだとそのいわゆるデータセンターとの絡みみたいな話に落ち着いてしまってですね、それ以降なかなか大きくなっていかないですね。やっぱりこう全体のこうネットワークを含めたそのビジネスのあり方っていうのをちょっと考えないといけないんじゃないですか。その辺はちょっと変更しないと本当にいけないかもしれないですね。先生、社長、リクルーティング事業どういうふうな感じですか。これはですね、今までその日産さんと JP 組んで、中心的にそこにお納めすると、まあ、それはそれで相当なボリュームなんです。今で相当なボリューム作ってるんですけども、今年も数百億投資をしてですね、それの継続をしてまいりたいと、マネファクチャリングの、ね、能力を増強してまいりたいと思います。数百億どのくらいですか。500万ここまではいかない。で今後もあの拡大の方向、拡大の方向でやって、でそれもそのアプリケーションもその自動車だけではなくてですね、まあ、できれば、まあ、いろんなところと今提携をしようというふうに、パートナリングをしようというふうに考えてます。本当にこうブラジルなんかでも自然の風による電力をどうやって貯めたらいいかみたいな話も本当にこうリアルに出てきてるので、そういう意味でのバッテリーの使い方っていうのはあるなというふうに思ってて、まあ、そういう部分を含めてですね、二軸ぐらいでアプリケーションを考えてきてるというふうに思います。パソリンクのシェアが少し1位取れなかったっていうのは残念に思ったんですけど、社長として分析されていることとして、先ほど顧客のニュースのことを伺いましたけれども、ご自身からご覧になってどうだったんでしょうか。そのもともとパソリンクの分野で1位引き上げられた実績があるわけですよね。この落ちちゃったっていうのは、その時のなんかこう成功体験とか、あるいはその遠藤社長に気を使いすぎた結果なのか、それとも、いやそれはね、これはね、大変こうあれなんだけど、難しいんですけども、ある意味で読み間違えたっていうことだと思います。やっぱりそういうのはなかなか難しくて、そのコンペティターの方も私どもは1位ですから、それをどうやってこうひっくり返してこようかというふうに思うわけですよね。その中で我々の戦略としては原価転減戦略によって もっとというふうに思っていたんですけども、お客様側からするとその少し、ハイパフォーマンスの方がそちらよりも良かったと選んだということを結果的にそういうふうになっておりますので、まあ、そういう意味だと私どもの、まあ、ある意味で読み間違いでしょうね。でもうちょっとその、まあ、両面作戦でいけばよかったというのはいろいろあるんだけども、まあ、それよりもやっぱり原価的に相当力を入れた開発にリソースを割いたというのが、IP が必要だというのは分かってたんですよ。でタイミングがもうちょっと遅いと思ってたんですよ実は。でそれはやはりその時のその市場判断として私どもはそういうふうに思っているということですので、まあ、お客様の
そのリクワイメントとちょっと違った形になっちゃったなということだと思います。11年度の震災の影響なんですけど、営業的になかなか難しい、ちょっと面白いですね。先ほどカブトの試験でも数字的にはかなり難しいですね。で、感覚というか定性的な部分で結構行ってこいがあるというので、目減りする要因としてどんなものが生まれて、逆に言うとその復興需要とかですね、増える分としてはどんなものが生まれるとか、でその一番こうリアルで見えるのはネットワーク系と IT の投資なんですよ。で IT 投資っていうのは我々がこう考えてた通りのこう遅れますっていうふうに明確に見えるのは積み上げで入ってますね。だけどもうちょっと期待してたところは取れてないっていうのも実はあるわけですよ。だからその部分をその震災の影響と見るのかどうかっていうとなかなか難しいところはあります。我々は取れると思って言ってたんだけども実際には下がっちゃった。でもこれは遅れるからねっていうふうに言われて、遅れるからねってそれはもう震災の影響だと明確に分かってる。それはもう秋見でできるんです。でもう一つはそのネットワーク系でその実際にオーダーをいただいていて、で作る2週間作れなかったもんですから2週間の分っていうのは必ずこう明確に見えます。でその部分はその500億弱のところのその震災の影響としてカウントしてるんですけども、我々としてはもうちょっと取れたはずだよねって実はあって、でその部分は500億っていう決めらってるの中に入ってないんですよ。あそういう意味でちょっとこれ全体的に対してもですね2、300億まだ足んなかったよね、2月25日の下方修正からっていうのは確かに見えてます。でも関連性は私はあるんではないかなというふうに思ってるということです。11年の今動いてる期ですね、ええ、ここはそのまあこれから1年近くあるわけですけども、うんうん、でだから数百億、500億弱のところの売り上げに関しては遅れたというふうに私どもは見てるの でそれは戻ってくるというふうに見てます。でだけど震災でやっぱり景気がぐんとこう下がってる部分もあって、その影響がこう上期に来るのか下期に戻ってくるのかとちょっとそれは難しいですよね。でもう私の期待としては上期はちょっと難しいかもしれないけども、まあ、下期には戻ってきてほしいなと、まあ、戻ってくる要素は基本的にあろうというふうに読んでますけど、東北中心の通信がまあ、その復興もあろうし、その私はねその IT というのはあってもなくてもいいっていう部分もあるんですよ実際には。だけどもエフィシャンシーを上げるっていう観点は絶対的に必要なもので今私どもにとってはその観点を考えると今80円のその円高っていうのは非常に厳しい状況を日本の企業は与えられているというふうに思ってて、その80円っていうもの自体がその参入障壁を下げちゃってるんですよね、バリアをいつも言うけれども。そうすると海外がメーカーが非常に入りやすい状況を今作っちゃってると。80円で我々が出にくいっていう状況も作ってるんだけど、入りやすいっていう状況を作っちゃってる。入りやすい状況を作ってるっていうことは我々が国内でビジネスをするためにもそれほどですねエフィシエンシーを上げていかないと海外から入ってくるメーカーと対抗できないということを意味しているんですよ。ということは IT の その投資というのは私が必須であろうと、いずれにしろというのは私の読み でそれを考えると IT の需要というのは後ろ倒しになるけれども絶対来るなというのが私のイメージです。震災で結構そのクラウドが注目高まったと思うんですけども、実際そういう感じがあるのか。あります。それはね、いろいろあって、本当に実際のものとしてはデータセンターをですね、あまりその関東だけでデュアルで持つんじゃなくて、関西エリアも持ちたいようにとかですね、そういう要求はございます。で私どももう、どこだっけ、ましょう、データセンター、ちょっとあれ関西にもその増強できるところを持ってございますので、その要求があれば全部受けると、今少し動き始めているところもあります。ご要求でその辺の注文をですね受けていただく際にですね、例えば従来型のリプレイスの部分もかなりあるんですけども、まあ、そこはもう収益にはかなりの影響が出てくると。それも出てくるように期待したいですね。あると思います。実際にはそれはプラスマイナス、いやプラスの方向だと思います。それは
すみません、今年のですね、夏の電力の影響については、まあ、関東と関西に関してですね、どのようにお考えですか。まあ、中部も昨日なんかお話ありましたけれども、まあ、それは、まあ、そこそこなんとかいくんじゃないかなと、まあ、私どもは甘い読みをしてて、私どもとしてはそんなに大きなインパクトはない、私どもとしては。そうですか。で、一方でその関東 15% というふうに言われてますけれども、 15% もいろいろな私をいくつかの工場があるので、その中で全体的に 15% 下げると、下げられないところがあるんです。データセンターなんか下げられないんです、はっきり言って 100% 必要なんですよ。それはもうそれとして、やらないといけないんだけども、それ以外のところはその全体 NEC が持っているその工場オフィス含めて全体で 15% 下げるということを努力して、実行してまいりたいと、5月エンドぐらいにちゃんとした方針を今検討中ですけども、出せると思います。